はい、こんにちは、長澤です。先日ですね、ちょっと知り合いからね、使わなくなったミニ四駆のパーツをもらったんですね。で、その中にですね、こういうものが入ってました。ちょっと見えねえな。ちょっと見えにくいけども、2段アルミローラーですね。こちら通常の2段アルミじゃなくてですね、旧式の2段アルミベアリングローラーらしいんですね。 13mm、12mm なんですが、なんかね、エッジが立ってて結構食いつきがいいというものらしいです。で、今はもう生産していないので結構希少になっているということで、使おうと思ったんですが、ですね、ちょっとね、拡大写真こちらに出しますが、かなりくすんでおります。表面がね、腐食しているというかね、これ磨かないと使えないぞということで、こういうね、ローラーを磨くっていうことを今までやったことなかったんで、どうやって磨こうかなということで、こんなものを作ってみました。ドーン、見えるか、見えにくいか。ですね、こちらプロクソンのミニルーターです。でこちらの先にですね、両ネジシャフトを使って、あとスペーサーと、あと520のね、軸受けって言わねえか、520のローラーか、なんていうんだ、ベアリングか、ベアリングって言わねえか、ギアの中に入れるやつ、あとその辺をかませるやつとかね、いろいろ組み合わせて、ここにね、刺してみました。で、これだけではちょっとね、軸が 2mm なので固定できないですね。それでこちら、コレクトチャックですね。コレクトチャック、プロクソンのミニルーター専用アクセサリーのコレクトチャックセットというものをね、購入いたしました。で、2mm のやつに変更してここに固定しております。これで回すことができますということでですね、これを金属磨きみたいなやつをね、こう回転させてあてがえば綺麗になるんじゃないかということで、やってみたいと思います。はい、ということでこちら無印良品のね、貴金属磨き、これも姉ちゃんからもらったやつですけどね、これを使って磨いてみたいと思います。その前にこう、どんぐらいくすんでるか見えるかな、こんな感じです。くすんでおります。光は出たけど、なんかちょっと黒ずんじゃいましたね。これはフェルトが良くないね。これが相性悪いみたいなね。なんかね。じゃあティッシュにちょっと研磨剤つけてね、やってみたいと思います。ホルツのスーパーファインコンパウンドですね。0.2mcのやつですね。これちょっと別の用事で使おうと思って買ったんですが、これを試してみたいと思います。やけど注意だな、これは。はい、磨いてみました。ですね、やってみた感想なんですけど、あんまり高回転じゃなくてもいけますね、こういうこんぐらいのくすみはね。あとアルミががっつり削れてる感がすごくあるので、やりすぎ注意かもしれませんね。はい、あとやけど注意ですね、すごく熱いです。はい、じゃあ最後にね、ここを取り外して、手荒れすげえな、
ここ取り外してどんな形になってるのかね、お見せして、終わることにしたいと思います。